シリーズは4日目予選は最終日第6レースを行います。1号艇小川浩二アウトレーサーは大外に出まして、6号艇村上純のインステンとなりました第6レース対戦メンバーです。1号艇小川浩二、2号艇小林文彦、3号艇戸敷明美、4号艇杉山太陽、5号艇枝尾勝、6号艇村上純、以上6名の対戦です。6号艇村上純が本番レースも陣取り、いち早くホームに移りスタートラインに先を向けました。そして2コースに3号艇戸敷明美です。男女混合戦予選突破へ、3コースが2号艇小林文彦がさあ本番レース後方へと引っ張っていきそうです。2号艇の小林、前半5着に終わりましたが、現ボーダーでは授乳安全圏、2号艇小林が角3コースから、5号艇枝尾勝が4コース、ここまで2勝を挙げています。スピード戦見せますか。5コースが4号艇杉山太陽、そして定位置が6号1号艇の小川浩二が6コースです。進入はインから6番3番2番5番4番1番の並びです。スタートしました。予選競争第6レース、6号艇の村上純インからスタートを決めてきました。一瞬の一マーク、逃げる6号艇の村上をまくったのは3号艇の戸敷、届かない。内側から待った5号艇枝尾に1号艇小川、先頭は逃げました。6号艇村上純です。スタートは前提正常でした。6号艇村上が先頭、2番手5号艇枝尾勝、その後ろから1号艇小川追走、アウトからは3号艇戸敷、一緒にマーク、先頭6号艇村上、2番手1号艇小川先に待ってさせた5号艇枝尾が2番手、3番手が1号艇小川浩二、上の3艇6号1です。4番手が3号艇戸敷追走、後続は2号艇小林、4号艇杉山、1マークトップで旋回する6号艇村上純、2番手5号艇枝尾勝、3番手が1号艇小川浩二が向こう上面と入りました。上の3艇は6番5番1番の体型です。トップ構想は6号艇村上純です。本番レースも陣取りでした。逃げて主導権奪っていきました。6号艇村上純が先頭で今2マーククリアしていきます。5号艇枝尾勝が2番手の位置、3番手が1号艇小川浩二、上の3艇6号1ですが、先頭2番手の低下がじわりと詰まってきました。6号艇村上を追走する5号艇枝尾が2点審査、レースは最終周回1マークの旋回です。さあ先頭6号艇村上に対し内を狙い込んでいった5号艇枝尾勝、先頭は6号艇村上キープ、2番手5号艇枝尾勝、3番手が1号艇小川浩二、最終バック上の3艇は6番5番1番の体型、この6号1ならば3連単の通44倍、最終ターン幕の旋回です。6号艇村上純が勝利へ向かって最後の直線コースへ、2番手が5号艇枝尾勝、3番手が1号艇小川浩二、第6レースまもなくゴールです。6番ゴールイン、5番ゴールイン、1番3番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。